はい、スーパーで好きなものを好きなだけ買ってきました。スーパーのお惣菜っていうのはめっちゃ久々です。まず乾杯から。はい、1週間お疲れ様でした。4連休の始まりです。始まりにふさわしい。いただきます。なんか中華の三種盛り最高。中華料理だとなんか野菜もすごいがっつり食べれますよね。いただきます。うん、うん、中華だ。うん、ちょっとお湯沸かしたんで。カップヌードル味噌って多分私前に食べたはずなんですけど記憶にないので食べます。ごぼうの甘辛揚げ。うん、めっちゃうまい。うん、私は前の会社だとこういう連休とか結構関係なく働いてたので、連休って本当素晴らしい。こちら黄金カレーの唐揚げ、こういうの大好き。この淡白な感じ、美味しい。うん、今日見つけたこのお菓子めっちゃ可愛くないですか？天狗と両方買おうかなと思ったけど、めっちゃ可愛い。このカッパ何これ、カッパエビセンってことかな。カッパエビセンってなんでカッパなんだ。何気ブロッコリーとか人参とかタケノコとかニラとか割と野菜入ってて、で麻婆豆腐でタンパク質も取れるし、あ、こう、うん、ご飯の途中ですか。ミニアメリカンドッグ、ミニドッグ。もう当たり前のように受け止めてるんですけど、神奈川には砂糖がかかってるの売ってないですよね。売ってないよな。もうこっちでアメリカンドッグとか売ってたらもう必ず砂糖まみれですね。うん、テレビ見よう。あ、今日から GoTo 始まるんですね。 GoTo よく分かってないんですけど、道民割とはまた別なんですかね。もう県を越えて GoTo なんですかね。どういうことなんだろう。たぬき工事に復活、殺撃。本当思うんですけど、北海道って本当日本だけどやっぱ内地とちょっと一線引いてるんですよね。なんかニュースとかも当たり前だけど北海道の話で持ちきり。勝前新聞っていう十勝の新聞もあるんですけど、本当に
勝ち前新聞は見てて和むんですよね。もう十勝のニュースだけでこんなにいろいろあるんだみたいな。やっぱ映画館は2席ぐらいソーシャルディスタンス空けてるんですね。もうできたと思うんで食べます。ちょお湯入れなさすぎたか。うん、味噌美味しい。味噌美味しいと言われてますよね。カップヌードルの味噌は美味しいぞと。確かに美味しい。うん、もうやりたいようにやっている場、ここだけはもう法律はありません。夏の屋外音楽イベント野外フェス感がちゃんと、車の中からフェスを見るという新たなディスタンス。あ、そっか、車だったら雨でも安心して見れますもん。こういう状況だからこそ楽しむ方法って逆にいっぱい増えますよね。結構本格的な、まあトイレの順番待ちも LINE で分かるんですって。すごくないですか、めっちゃ未来のライブ。でもあの昔あった車の中から映画見るっていうやつ、あれ今こそやるべきですね。でそれこそ LINE で見てる途中でもいいからポップコーンとか頼めて、でローラースケート履いたお姉さんとかがポップコーンお待たせしましたみたいな感じで来たら、なんかもうかっこいいよね。ドライブイン花火、滝の鈴、みんなすごい続々と新しいアイデアでイベントを行おうとしています。またたぬき工事のネタ。札幌にたぬき工事っていう商店街があるんですけど、盛り上がってるっぽいですね。全長700メートル、あの名古屋の、あの商店街に負けないですね。味噌味美味しいな。なんで今までなかったんだろう。醤油塩ときたら味噌ですよね。みんな4連休どこ行くんでしょうね。みんなキャンプ行っちゃうかな。この間ちょっと前なんですけど、セブンイレブンで売ってる、なんだっけ、紙フラノだっけな、セブンのオリジナルの、もうデカデカと紙フラノって書いてあるビールがあるんですけど、それめっちゃ美味しいんですよね。クラシックの限定のフラノヴィンテージっていうのがあるんですけど、それと同じ味がして、こうフレッシュで喉越しが良くて、そして飲みやすい、全国、普通に全国で販売してるみたいなんで、あのクラシックのフラノヴィンテージ飲んだことないなっていう方はもう本当に同じ味なので、ぜひ飲んでみてください。ポケモンゴーフェスって何ですかね。25、26、今の帯広 21.2 度。私今日朝ふと思ったんですけど、あのこっちのゴミ捨て場ってゴミステーションって呼ぶんですよ。かっこいいんですけど、あっちってゴミ捨て場って言うじゃないですか。ゴミ捨て場とゴミステーションだったらゴミ捨て場の方が文字も少ないし呼びやすいじゃないですか。でもこっちの人ってゴミを捨てるって言わなくてゴミを投げるって言うから、ゴミ捨て場っていう、ゴミ捨てっ
捨てっていうところに馴染みがないんだと思って、なぜゴミステーションになったのか、ゴミ捨て場が馴染みがないから、もう捨てゴミ捨てゴミ捨て捨て捨てステーションにしちゃおうかみたいな感じ。なんでゴミステーションっていうのかなと思って、なんか朝不意に疑問になって、それかゴミ投げ場でもいいわけですし、ゴミ捨て場というのが何日から来たのかな、そんなことないか、なんでゴミステーション。4連休だいたいどんより天気です。こんだけ食べた後に、なんていう名前、ハイカモンエビセン、はいどうぞ、ハイカモンエビセン、千葉県のお菓子ですね。ほんとハピオは置いてるお菓子が楽しい。ちょっと写真撮りますね。明日海の日なんだ。あ、おいしい。美味しいし、やっぱり同じものでもこのパッケージ買っちゃいますよね。かわいすぎる。北海道も海水浴場あるんですね。小樽ですって。海開きしてないとこもあるみたいです。はい。というわけで、好きなものを好きなだけ買ってきて、好きなだけ食べたという動画でした。4連休皆さん楽しんでください。私は特に今のところ予定ないですが、どっか出かけられたらいいなと思っています。じゃあまたの動画。